空旅日記は、河合空による1689年及び1691年の日記を中心とする自筆の覚書。その存在は、古くから一部には知られていたが、場所研究においては、山本安三郎が再発見して1943年に、出版し全貌が明らかになるまで、疑いの目で見られていた。出版以来、 奥の細道研究に一時期を隠し、奥の細道本文における、虚構、北区の発案、遂行の過程など、場所の制作意識を考察する上で不可欠な資料となった。欧州案夜の史実を正確に伝え、場所の配分を解明する根本資料として重要であるとして、1978年6月15日に重要文化財に指定された。 本書は縦 11cm、横 16.6cm、厚さ 2cm、藍色の元拍子で紙敷き、表紙裏の2枚を入れて、ちょうど100枚あり、中に白紙が4枚の他張り足された、ひれ紙が11枚ある。内容の上からは、演技式新名庁小6、歌枕覚書、元禄2年日記、元禄4年日記、徘徊書き留め、 その他雑録の6部に分けられるが、本書には、下代も内代もなくすべて歌唱である。空日記、随行日記などともいう。場所の、奥の細道とは異なり情緒的表現は、一切見られず、地名や区間距離など事実を正確に書き留めている。ドナルド・キーンは、奥の細道と本書の関係性を、シャトーブリアニシシャクの旅行記、 パリからエルサレムへの旅程とその従者ジュリアンによる妥協なく正確に日付を記した日記に比較している。また本書における時刻表記は、江戸時代の中期においては、最も詳しく記述しているものとして有名である。十二詩で表し、時間文を三等分して、上国、中国、下国とする定時法による表現が多く見られ、不定時法はあまり使われていない。 神社を訪れた際には、三景、廃武と記述するのに対して、寺は、見学、見竜等と記しているのは、神道家でもあった、空らしいと言える。吉川惚れたるに神道を学んだ空が、欧州安峡に備えて、演技式神明朝より予定に従い北国の古社を、省録したもの。本書の冒頭より十二丁裏の前半までに記される。欧州安峡に備えて、 通過を予定する地の歌枕をまとめた覚書。記載の形式より、そのほとんどが、類似名称は赤州を呼び、奈良山重要をもとに書き出したと見られる。十二丁裏の後半より八丁にわたって記される。余白には旅行中の知見が書き加えられ、余白がない場合はヒレ紙を足して記入されている。名称備暴録とも呼ばれる。馬に乗る場所と突き従う空よさ武ン。 奥の細道へ巻き、伊豆美術館所蔵いわゆる、奥の細道随行日記とはこの部分を指し、33、長藩にわたり記される。元禄2年3月の深川出立より8月5日に、場所と分かれて、伊勢長島へ先発するまでについては、欧州案件における、実際の日付、天候、旅定、宿泊その他の場所を主従の同静が記されており、 奥の細道との比較対象によって、場所の制作意識を探求する重要な資料となっている。9月3日に、大垣で場所を迎え、11月13日に、空が江戸深川に帰案するまでが記されている。元禄4年3月4日に、空が江戸を出発し、7月25日に、長島に月滞留するまでが記されている。近畿巡遊日記とも言う。 元六二年日記三十三丁目表の後半より一行、明けたところから二十三丁にわたって記され、徘徊書き留めと、白紙二枚を挟んで一丁の表三分の二ほど、記される。神社仏閣三景の記事が多くを占め、吉野、高野さん、熊野、若浦、須磨、赤石などを順遊して、近畿一円の謝辞歌枕を記録し、5月二日に、 相楽死者滞在中の場所を訪ね、サルミの編参事の場所や消門廃人の動静を伝える。欧州暗下中に、場所や、空他の読んだホック、道中での廃徊工業の記録などを日記とは別に、記録したもので、各作品の発案型などを知る上で、必須の資料。元禄4年日記の後16長半にわたり、高泉の白鷺 定山の楓林剣月と題する関心2編に続き、記されている。末尾には元六四年の旅での作や、サルミのに一周した、空の雲書き加えられている。元六四年日記の末尾、長表の五白紙が2枚入り、その後2丁にわたって記される。弓道に関する、古代十六箇条、山中温泉で書き留めた、提出の逸話、 欧州行及び近企業での人名、住所録、古家の走り書きなどがある。原書は、空本と呼ばれる、奥の細道の写本と共に古い切り箱に収められ、両書は指定ともなって伝来した。本書は空が、九州巡検誌に随行して1710年に、一国で隠しした際、芭蕉の弟子の中でも、空と最も親しい仲であった。 杉山三ンの手元に預けられていた。三ンの子、杉社と義形邸であった、紫号房柏船はその著、徘徊武蔵の休館目に、三ンプーが1719年頃の本書を持っていたという逸話を載せている。その後、空の聖火である高野家へ送られ、1740年に高野家が断絶したため、空の母の聖火である上諏訪の火災家が管理するものと、 なった。当主家政修徳は、空の姉の子をめとって、空をおじとしたっており、本書や、奥の細道などから空の遺行集、雪丸家を返済した。その後は、久保東和高度の手に渡った。仙台の竹林社曰く人の、正門書生前伝の空伝には、和高度が、空日記を、伝授したとある。また、足影社畜祭が1810年に刊行した、書。 福安、清戸では、本書の表紙見返しにある、仙台略図と九十八丁表の、元禄二年七月二十箇所のの一行を、新州上諏訪久安投資にして、これを移すとして投射している。諏訪史学解放第一号によれば、和光度は本書を、火災家より編集したという。和光度は、本書の高け軸や硯箱など八品を五十八両で、買い受けたが、 重量を支払った後はことを左右して、支払いをせず、また、本所多は、江戸へ売り払った。火災家は、江戸の売り先に、直談判したが大勢られず、高島藩にへ訴えた。藩では和行動を取り調べ厳重に処分を与えたが、本所多の空の遺品はついに戻らなかった。原書が収められている霧箱には、場所を正し筆奥の細道、波空日記。 天と印1840年はコードから除染、ただし君へ当てたい譲り状が、現在も残っている。その後には、新州から売りに出て、母里藩の松平島守が買い上げたという資料が、残るのみである。本間啓氏の本間文庫旧造本の中に、奥、細道菅子も章があって、これに、千切氏自身が、千年、品野よりでたりとて、蘇島真筆の走行に、 空が、古市町を天て,て売り物に出たることあり、松平島守との買い上げられたりとの主中を入れている。他の廃論書にも、本書に由来する記述が参見される。八和帝右皇の青影集には、空の覚書とみられる書を写すとして、本書の4月21日から5月9日までの記事の、小6を載せている。アスカ園一層の、場所統制を五星電気では、 出発から5月17日までの本書の小録が巻き、一の集部に掲載されている。明治年間には、大阪の桑原福史作りから、古美術の収集を持って聞こえた、伊藤の斉藤幾多が入手し、斉藤康介に受け継がれていた。山本康三郎はかねてより、斉藤家が古名流配家の牧石文書等を、愛蔵していると聞き及んでおり、1938年の、 夏に、弟子の佐藤誠一の紹介を受けてその虫星ししに立ち会った。諸昼や、明記とともに、古廃人の筆になる数点があり、山本はその中に本書を発見した。山本は所持する、芭蕉図録の親戚写真を撮影するため訪れた、杉浦昭一郎に、本書の存在を明かし、これを本告して出版するに再資助文を誰に、依頼すべきか相談した。 杉浦は、志田吉秀を推薦し、さらに本書のありかを問うたが、山本はこれを目して語らず、所有者が、伊藤の人であるとのみ答えた。山本は、本書の本国を、空奥の細道随行日記、不元六四年日記と名付け、1943年7月に、東京の小川書房から発刊してその全貌を、明らかにした。くしくもこの年は、 場所を250回記、生誕300年祭にあたる。この本国文は大変に人気を呼び、同年12月には第2版、1944年9月に3版と版を重ねた。1946年にも第4版が発行されている。山本は本書の所有者を非したまま、1947年10月24日に世を去った。 杉浦は1949年に岩波書店より奥の細道開版、審判の編纂を依頼され、その折に岩波文庫主任の玉井健介から付録として本書を付けるように要望された。山本による本国は原本の順序改編や省略もあり、また難読とした文字やミスプリントなどが多くあった。杉浦は、 山本の本国をそのまま拝借することを良しとせず、本書を自ら競合しなければならないと考えたが、原本の行方がわからないと玉井に告げた。杉浦と玉井は1950年9月6日に伊藤を訪れ、郷土視野を探して、前町長の太田健次郎にたどり着いた。太田は斉藤康介から本書を所持していることを聞き知っていた。 二人は大田から佐藤誠一を紹介され、佐藤から斉藤康介の息子、斉藤茂への紹介状を得た。杉浦は、日立世紀の大森工場に、斉藤茂を訪ね、斉藤家も、また本書を活用できるところへ譲りたいと考えている、ことを知らされた。杉浦はこの言葉を受け、 本省かつて杉浦が1935年の開設以来収集の任に当たっていた、天理図書館面や文庫にぜひとも収めたいと考えた。杉浦は図書館長、富永牧太郎及び司書、中村幸彦に購入を要望したが、この希望は実現しなかった。 そのため杉浦は、斉藤家から自ら本書を譲り受けることにし、大阪に妻名義で所有していた家を売って、これを買った。杉浦によれば、私は、日記が一万一構塚家の手にでも行って、再び学会に活用できなくなるようなことでも起これば、大変だと思ってふと身のほど忘れたのであるという。1 9五十年十一月六日、杉浦は、宮本三郎と共に、 斉藤康介の上目黒宅を訪れ、1951年9月10日までに本書を精査し、場所奥の細道、ふそらずいこう日記に奥の細道関係部分を本国して世に示した。杉浦の死後は1959年2月に未亡人の手を離れ、綿や文庫像に返して現在に至る。また1951年には本書の写本が、 相次いで二部発見されている。一つは、那須湯本温泉泉や旅館主で、那須温泉神社の神職である、瞳吉武の造本で、瞳本と呼ばれ、下付新聞1951年6月17日号に、紹介された。もう一つは、那須黒羽の小山田家造になるもので、小山田本と呼ばれる。本書が再発見されて観光される前は、例えば、 樋口勲などはその著場所研究において、雪丸家などから旅行中のホックの姿を見るべきと、するなど、間接的な資料を用いて、交渉を行っていた。観光後は、各ホックの発案型を知るには、徘徊書き留めを参照すればよく、必須の資料となった。山本は本書を世に出すに際し、橋書きに、女子日記が、今日まで、 完全に残されてあったことは、私の思いもつかぬ脅威であった。奥の細道案屋の日より、約250年間、場所研究における、寒流獣等もただならざる文書記録等にも、未だかつてあらは晴れたことのない資料であると述べている。また田は、同書の序文において、これによって、学会のこむる悲劇分けだし大なるものがあろうと、評価し、従来、 青影衆などにおける記述へ疑いの目が向けられていたことについては、今度随行日記が現れてみるとこれが全く逆になり返ってこの随行日記の存在を立証するものになるのであるとして、また様々な傍傷を挙げて、空の神筆に間違いのないものとしている。この本国により、奥の細道との間に多くの祖母が指摘されることとなり、気候の虚構性、 また制作意識の問題が大きく取り上げられるようになった。元より志田は、本書の再発見に先立つ1942年に、場所と制作意識と題して、欧州案券の旅先で残された書簡などから、明らかに、旅行の事実のままではなくて、奥の細道には作為と虚構性が見られると世に、通っていた。 国文学解釈と鑑賞は1951年に奥の細道と空日記特集号を出し本書の再発見をめぐり様々な学説を併記した。中でも小宮豊隆は空日記の真実性と題して場所の記録の錯誤や場所の記憶の根拠はある。しかし場所による意識的な虚構の後は少しも見られないとの信念を表したが後に 杉浦や井本の大市、安倍君オらが詳細に検討した結果、気候の作為と虚構性は明らかであると、広く、学会に定着した。以後、場所を奥の細道、付け空旅日記や、新帝奥の細道、ふそらずこう日記など、奥の細道仲介書の多くで、元禄二年日記や、徘徊書き留めを本告するようになった。金森厚子は、正面から、 空旅日記の解説を試み、他の時代の文献も参照し、旅をし、主々の発見をした。奥の細道の工程は450里前後である。空の記した、不定時法を計算し直し、今まで注目されていなかった、板書の出入りに注目した。距離、時間、板書、地方廃人の動向をキーワードとした。また、場所の最初の希望は、 塩釜神社の桜を見ることであったが、これは無理で、随行者に選ばれた、空の調査で、馬蕉の健康もあり、出発を遅らせ、奥の細道は、歌枕の探訪となった。7月5日から7日の項で、芭蕉立腹すのとあり、当時の馬蕉の置かれた立場がよくわかる。奥の細道156日間で、馬蕉が、怒り浸透に発したのはこの日だけである。 低耳が紹介状を書いていたのでそれを持って天音屋を訪ねたが不快になって飛び出した。天音屋では二度にわたって使用人を走らせて戻って止まってくれと言ったが場所の怒りは収まらなかった。天谷渡る総兵衛は徘徊の政党は低門派であると固く信じ。 次々と神風を打ち立てている場所を異端者扱いにし、若さゆえについとげのある言葉を口にしたのかもしれない。ありがとうございます。